テレポ。アメリカのテキサス州で先月31日に起きた銃乱射事件で、トランプ大統領は1日、事件は精神的な問題だと述べ、銃の購入を厳格化する動きに慎重な姿勢を見せました。事件は先月31日にアメリカのテキサス州で起きたもので、郵便局の車を奪って容疑者の男が高速道路などで銃を乱射し、少なくとも7人が死亡しました。容疑者の男は過去に犯罪歴があり、映画館の近くで警察に射殺されました。トランプ大統領は1日、ホワイトハウスで記者団に、相次ぐ銃乱射は容疑者の精神的な問題だと述べ、銃を購入する際に厳しく犯罪歴などを調査しても防げないという見方を示しました。